はい、用意スタート。もこもこ、かっこ長谷園の RTA 始まるよ。今日はスフレを作っていきましょう。まず材料はこちら。じゃ以前いただいたメイド服を着てみようと思うやで。そもそもコスプレをせえへんから着方がわからへん。背中のチャックが締めれずに腕がつりました。エプロンの付け方がわからなすぎて10分経過。再装しろ。いやーコスプレイヤーの大変さがよくわかったやで。これ着たまま調理する予定やったんやけど、裾がめっちゃ長いねんな。これ引きずりまくって汚れてまうの嫌やからもう脱ぎましょ。着た、意味。まあ資料用にもらったものだからね。仕方ないね。エプロン脱いだら中国憲法にっぽくなったな。服のシワの入り方とか参考になりそう。大変ありがとなすでした。脱ぐ時にもう一度腕つってフィニッシュです。んじゃいつもの戦闘服に着替えて調理スタート。まずすべての材料を計量していくんやけど、ココット型の器が家にないので、今回もプリン同様グラタン皿で、肩に分量外のバターをハケなどで塗りましょう。ハケを洗う手間を考えて素手で塗ると、今度は手を洗う手間が増えるので注意や。ココタイ、バターを塗った肩に分量外のグラニュー糖を投入。砂糖を払い落として肩の内側にコーティングするやで。バターはあらかじめ測ってポマード状になるまで放置しておくこと。牛乳は最初に火にかけて温めるので、ボウルじゃなくて鍋に直接測ると効率がええやで。ここがば。バニラビーンズは鞘を包丁で縦半分に切って中の種をこそぎ落として一粒残さず鍋にイン。材料がすべて測れたらポマード状になっといて欲しかったバターを泡立て器で混ぜ。だからあらかじめ常温に戻しておく必要があったんですね。振るっておいた薄力粉をバターに入れてすり混ぜます。このバターと薄力粉をすり混ぜたものをブールマニエと呼ぶやで。これを玉がなるべくできないように混ぜたら、沸騰直前まで温めておいた牛乳を加えます。こんな感じで混ざったらこしながら再度鍋に戻します。これを再度弱火にかけて滑らかな状態になるまで混ぜながら煮ます。鍋によっては泡立て器で混ぜると傷むので、ここは木べらやゴムべらでもいいでしょう。あとはカスタードクリームを作る時のように、焦がさないようにひたすら全体を大きく混ぜます。その後はめちゃくちゃ玉になって失敗を確信。してたんやけどさらに火が入るうちに滑らかになっていったので一安心。クリームのコシが切れてゴムベラを滑り落ちてくるようになれば OK。お次は卵白と卵黄を溶きほぐしてこのクリームと合体させます。ここは大きめのボウルが必要なんですが、手元にないからといって小さい皿を使うのは NG。どうせ必要になってくるので洗い物はその都度しっかりやりましょう。んじゃさっきのクリームを卵にぶち込んで素早く混ぜ合わせます。ここはクリームの温度が高すぎたり混ぜるのが遅かったりすると、卵に火が入って固まってしまうので注意や。んじゃこれを滑らかになるまで混ぜたら、この辺でオーブンの余熱をやっときましょう。卵白にグラニュー糖を3回ぐらいに分けて加えて、しっかりツヤのあるメレンゲになるまで泡立てます。ここは手動でやるとかなり効率が悪いから泡立て器でゴリゴリにやりましょう。ゴリって角が立つぐらいにしっかりしたメレンゲができたら、気泡を潰さないようにメレンゲをクリームに加えます。気泡が潰れるようにクリームをメレンゲに加えちゃってますね、クオレハ。んじゃこれを気泡が潰れないよう大きくざっくりと混ぜ合わせたら、あらかじめ用意しておいたココット型に流し入れます。これをギリギリまで流し込んだらパレットナイフで表面を平らにするんやけど、生地が横からはみ出て思ったより大変やったから、あんまり溢れさせない方がいいぞ。周りについたやつは手で取ってきれいにして、残った生地はスポンジケーキ型によう流し込んでやるぜ。ああ、もうめちゃくちゃだよ。んじゃちょうどぴったり生地がなくなったのであとは調整して。いくぞ、でってってててて。かーん。余熱しておいた 200°C のオーブンで12分ほど調整。待ってる間に盛り付け用の粉糖があれば準備しておきましょう。んじゃ12分経ったので様子を見てみようか。さ、エンドってね。はい。ごちそうさまでした。ってね。ってわけにはいかんので追加で2分ほど焼いたものがこちら。1秒ごとにしぼんでくるお菓子なんで爆速で粉糖を振りましょう。サムネ用の写真を急いで撮って、ほないただきます。中身めっちゃ生やんけ。上の方は焼けてるんやけど、追走する場合はもっとこんがり焼いた方がいいっすね。でも味は、パク。うまい。ここでタイマーストップ。記録は1時間24分、31秒でした。味の感想の前に乾燥した感想ですが、ぬわ、あーあーん、疲れたもおーおーおん。味の感想としては、焼けてる上の方はふわふわでめっちゃうまいな。そういやこれ器に砂糖つけてるから肩から綺麗に取り外せるんすよね。この映像でも外側がふわふわしてるのは伝わると思います。んじゃこれを肩から綺麗に取り外せなかったものがこちらになるやで。台無し。でも味はほんまにめちゃめちゃうまい。ちゃんとスフレの食感になってるし、何より上質なバニラビーンズの香りが口の中いっぱいに広がるわ。
もう少し調整時間を長くこんがり焼いたら多分成功するやで。あと翌日以降はトースターで焼いたりして食べても圧倒的うま味。市販品のスフレよりはかなりお店の味に近いと思うから、ぜひ追走してみてな。あ、そうだ。皆さんのおかげさまで、ニコニコ動画プレミアムアワードでグッドクリエイティブ賞なるものを受賞したんですが、その商品のトロフィーが先日運営から届きました。かなり重厚感あって、可愛さの中にもかっこよさありといった感じで、非常に嬉しい商品やクオレハ。背面には受賞したチャーハン動画の ID を記載してくれております。これからもグッドクリエイティブな動画を目指していきます。いいねにはこちらのトロフィーに同封されていた運営からの手紙の内容を書いておいたやで。よかったらフォローやいいねよろしくなす。いただき物を紹介させていただきます。匿名希望さんから、母が命、今年も動画楽しみにしております。石川県民のソウルフードを召喚とのことで、体脂肪率も測れるかっこいいデザインの体重計と、クソデカ洗剤柔軟剤漂白剤と、毎日愛用してるガムのデンタルフロスくんをいただきました。このフロスは死ぬまで一生使う予定なので非常に助かります。あと石川県名物の鶏野菜味噌というのをいただいたので、野菜たっぷり味噌鍋にして、締めは海苔チーズをチアにして食べたやで。きゅうりとかキャベツはこれつけるだけでいける味付き味噌って感じで、鍋も出汁とか入れずにこれと水だけでめちゃめちゃうま味でした。味噌好きにはマジでおすすめやで。続きまして霧島かなめさんから、ヨーロッパ大好き、食べちゃいたいくらいとのことで、登山用のレインコートと、ヨーロッパのスープ料理という本をいただきました。こちらの本が結構なボリュームで、一風変わったスープのレシピも多くて、何より美味しそうなものが多かったので今度動画で何か一品作ってみたいと思うやで。レインコートは次回以降の登山からありがたく常備させていただきます。続きましてアクリナさんから、戦車、の AA と共に、アーモンドスライスをいただきました。こちらは作りたいお菓子があるのでそちらの動画にて使わせていただきます。続きまして闇猫さんから支援絵をいただきました。登山動画の酔い止め防止に作っていただいた、山根ちゃんの支援絵です。かわいい。救急車にもなるし、現場猫にもなるし、富士山にもなるし、これもうわかんねえけどとにかくかわいいのでよし。というわけで以上4名の方々、いつもたくさんの支援、ありがとうなす。さ、エンドってね。はい。ごちそうさまでした。ってね。